でまあ、お家ではもう目薬はなしで、ここだけです、ね。ああ、はい。目薬は出しませんのでね。はい、腕。おっと、そっちに行っちゃった。で、まあ、こういうところで、まあ、まだ薄いんです、申し訳ない。これぐらいの、これより悪くなったら持っていかないですね。あと、いつもね、見てるのはここ。その、なかなか慣れんと大変なんだけど、これは、まあ、見れたら見てもらっていいですけど、今これかなり入ってますよね。もう今度 80% ぐらい。こっち側と反対側と両方で、80% ぐらい入ってますね。そんで、まあ、ここではちょっと、点眼するのはこれやるんだよね。血流を良くする治療、抗染照射療法やるもんですか、ちょっと目を保護するためにね。そんで、ここで、わかりますよ、うん、もし口開けてなかったの大丈夫、あとやれば一滴落とすよ、浸透圧が入ってますよ、うん、塗ればいい、そう、塗ればいい、うん、ちょっと今飲ませちゃいました、3滴飲んだらもうやめとこう。で、あともう一個はそのよりもこっちを見てほしいですね、欲しいね、はい、触ってみてください、あああ、大丈夫、大丈夫です、はい、こういう感じだからこういうのがあ、で、柔らかい、ここはね、ここまで骨があります、で、そのまま下を入れていく、それでそのまま下に入れていく、柔らかいです、はい、これが卵を置いて、だ卵を降りてきて、ここに卵が触れたら、そこから12時間から24時間で全部伸ばす、だ卵を降りてくること自体は病気ではないので、うん、それが長い時間出なくなっちゃうと年寄りになっちゃう、だからこれが降りてきだすとうんちのもう大きさが大きくなってくる、もし卵を降りてきとるんだったら、うん、あの見やすくするためにそのただグリセリンみたいなのを持ってやる、ダメ、取らないんだけど、そういうのがセリンとか塗っちゃうところ、そこじゃなくて羽についちゃうからさ、保温機能が下がっちゃう、うん、だからそういうのは塗らないよ、基本は塗らない、まあ、塗るときもありますよ、あ、はい、それはもうこの辺の羽をむしり取って直接的につけるんだったらいいけど、羽についちゃうんだったら塗らない方がいいですよね、はい、であと抗染症じゃね、ですね、水道しまいます、はい、じゃあ1分あげてください、23分はい、体重いくつだったっけ、忘れちゃった体重体重どのように止めたい、22でしたね、はい、そうで、この測りはあの台所で使う測りですから、はいはいはい、これは絶対用意してください、1分抗生照射したらおしまいです、さあ、で、この子の入れ物はこれで、はい、車で見えてます、はい、あの箱は持ってきてないですか、持ってきてます、そうか、あ、じゃあそれもね、用意してくださいね、で、そう、道中はそう餌を巻いておいてもらって、お水はなし、はい、同じケースですね、いいですね、持ってきたやつ、 あれね、あれでもまあ悪くないんですけどね、はい、あっちのがまだちょっと、まあ和鳥は文鳥はこういう木のやつ、竹かごの方を使いますよ、まあこちらでもどちらでもいいですよ、はい、なんか出汁でやりにくいらしいんですよ、これだとパタッと